はい、北井君です。よろしくお願いします。はい、直前ね優勝だったけど。そうですね、はい、まあ、僕自身としては番手戦っていうのは初めてな競争だったんですけど、うん、もう5社、神奈川5社しっかり並んで、前の松井君の頑張りのおかげで僕は優勝できたかなと思います。の7社立てと9社立てだと先行選手とすると組み立てやっぱ変わってくるだろう。変わってきます、全然ね。はい、どこら辺が一番大きい？やっぱ単純に2社多い分、うん、引けば引くほど候補になっていくっていうのが一番大きな違いだなっていうふうに思いますし、はい、あの7社だとさフェンスに乗せて相手がみんな見えるじゃない、はい、ところが9社だとフェンスで行こうとすると誰か来た時にその後ろが見えないから、合わせたと思ってもその後ろから飛んでくるやつがいたりするじゃない。そうです、はい、だからなかなか流せなかったりするんじゃない。はい、その辺はどう？いや、もう本当にあの中野さんおっしゃる通りで、見えにくいところっていうのが増えてくる印象がありますね、9社だと。はい、だからまあ、結局自分がどこから踏んだらどれぐらいのペースでゴールまで走れる、はいはい、そしたらこのメンバーだったら逃げ切れるのか、ね、それともオーバーペースになってダメなのかっていうところを考えながらやっぱ仕掛けるあの場所っていうかタイミングっていうのを測る必要があると思うけど、はいはい、そうですね、はい、もう9社になると7社より力っていうよりその賢さとかうまさっていうのがより逃げていく中でも必要になってくるなっていうふうに感じてます、ね。まあ、その辺をよく分かってね、まあ、旧車ってそんなに走る機会はまだない。まあ、記念がここ最近少しずつ増えてきて、でこの間 G1 走らせていただいてっていうので、まあ、少しずつ増えてきてる感じはあります、ね。まあ、ここは特にね、あのウィナーズカップってあの1着が多い選手が選ばれるっていうことになってるので、はい、あの先行順位1位でしょ。そうですね、ジャックの回数が、はい、あの上の一人抜けたから、はいね、ちょっとねあのマヌケな選手が一人抜けたら1位なんで、はい、やっぱそれだけ1着回数多いと、はい、ただどうしてもね、評価として7社立ての1着と9社立ての1着はちょっと違うと思うんだよね。違います、はい、ね、だからあのそのまんま評価できるかどうかっていうのは、まあ、今回の走りにかかってるんじゃないかな、はい、そうですね、はい、まあ、そういった意味でも今回はしっかりと一着を取れるような競争、はい、ね、はい、まあ、難関選手多いからね今ね。多いですね、はい、たくさんいるから、はい、まあ、先頭走ってれば、後ろの方ねちょろちょろしてるのがいるから、はい、その分に勝ったと思えば、はい、組み立て楽だと思うよ、はいまあ、そうですね、難しく考えすぎずに、うん、はい、ね、昔よくあったんだよ、後ろに3人ついてるからじゃあ下がっても6番手だし、はい、6着以上あるなと、はい、後ろの3人行けなきゃ終わりだからみたいなどうなんですかねその考えは。いや、それはその回自分が1着を取りに行かなきゃいけないっていうね、はい、そうですね、はい、うん、無理やり行ってさ9着するよりはっていうね、はい、力があれば問題ないんで、はい、あとはさっき言ったようにしっかりとその組み立てを考えて、はい、ね、まあ、レースこなさないとなかなか分かんないところもあると思うけど、はい、今回期待大きいと思うので、はい、ね、名前通り、そうですね、はい、期待外れにならないように頑張ります、はい、そこだけしっかりと、はいはい、ではファンの皆さんに一言、はい、4日間通してしっかり自分の力を出した走りをしたいなというふうに思います。応援よろしくお願いいたします。はい、しっかり頑張ってね。はい、ありがとうございます、はい。